皆さんこんにちは。旅するアーティスト、たりきペインターの地球です。今日はですね、別府編の、2回目かな、2回目ですね、すいません。別府編第2回で、湯治暮らし、温泉付きシェアハウス湯治暮らしについてのお話をしていきたいと思います。はい、今日は別府編第2回ということで、別府のね、湯治シェアハウス、湯治暮らしについての話をしたいと思います。写真で部屋の様子とか建物のね、リビングの様子とか見てもらったんですが、なかなかね、綺麗なあのだったと思うんですけど、すごくね、いやちょっとね、かなりどうしようかなって迷ったんですけどね、本当はね。でただ部屋がちょっとあの、まあ鍵、まあ、今住んでるところもね、鍵はついてないんですけど、鍵がついてないというか、あのふすま、あのドアではなかったんで、和室で、でちょっとどうしようかなっていうのもあり、でちょっと迷った上でやめちゃったっていう経緯がありました。まあ、あとはその後にね、行ったイングリッシュクラブ、あの岡山県の備前市日生のイングリッシュクラブが、まあ、良すぎたというか、あのコンセプト的にもね、居心地的にも良かったので、まあ、とりあえずそこに住もうということで、なったんですけど、まあその本当にイングリッシュクラブか、ここの湯治暮らしかっていうので、かなりね、行く前からも迷ってましたし、すごくね、期待していったところなんですけど、すごく良かったなっていう。でお風呂もね、あの浴室ももうあれ温泉ですし、ただ当番で、掃除をしなきゃいけないっていう、その高圧洗浄機でやったりするらしいんですけど、ちょっとそこもね、どうしようかなっていう迷った部分の一つでもあるんですが、まあね、お風呂掃除ね、まあもちろんね、するのって大事ですけどね、ただどうしてもその、なんだろうな、まあシェアハウスによるんでしょうけどね、管理が結構会社でやってるところは、あの清掃も全部、水回りとかって清掃会社が入ってくれたりっていうので、まあ僕が前いたところもそんな感じのところだったりしたんで、管理人さんがやってくれたりとかね、のが多かったんで、どうしてもね、その自分たちで当番制っていうのもちょっと抵抗があったっていうのも実際はちょっとあるんですけど、まあだからど難しいところです。あとはそこでこう仕事というか何かできるかなとかも含めて、まあ今思えばね、どうだったのかなって、そこに住んでたらまたちょっと違った、まあ、未来というか、まあまあね、イフはないんですが、まあそうですね、ちょっとすごく迷った場所ではあるということで、でそのね、オーナーのね、菅野さんっていう方が、まあ、女性の年は多分僕と同年代ぐらいなんですけど、方が、案内をしてくれて、でまあそのね、昨日話したその PCR 検査センターからバスで向かって行ったんですけどね、まあ、神奈川から本当歩いて5分、まあ道路、大きい道路を渡ったら神奈川みたいな感じのあたりに、あのエリア的には神奈川という地域ではないんですけど、そこの湯治暮らし3はね、1と2はまあ多分神奈川の、もっと神奈川の場所にあるんですけど、うん、まあそんな感じのところで、おりまして、そうですね、なんだろう、そう、まあそこでね、絵も描いて渡したりとかもね、したんですけどね、あとは住人さんに何人かあったかな、うん、感じはなかなか、あでもまあ学生は中心ではあったんですけど、社会人の方もねいるっていうことで、うん、なかなか今どんな感じになってるのかわかんないですけどね、いいなーって思ったりしてましたね、うん、まあ、今後もね、僕どっちかというとこうシェアハウスだったりとかで暮らしていくところの方が
多いような気が、まあ、やっぱこう賃貸をねこうアパート借りるっていうのはちょっと現実的じゃないというか、なんかこう一からまた家財を揃えるとかね、あの家電だったりとか揃えるとかもそうなんですけど、うん、すごくそのなんか移動をやっぱり していくっていうのを前提で考えるとね、なんかまあ一箇所にその居つくっていうのなんかもともと多分合わないんですよね一箇所に居ついてみたいなのがね、本当はまあ拠点があった方がいいのかなとか思いながら、最近ちょっとこうねたまたま割とこう最近知り合った方に占ってもらったら、やっぱりなんて言うんでしょう、あれだって移動の方がなんとなく良さそうなあれ結果が出てたのもあってね、すごく迷ってはいますけど、っていう意味でまあねやっぱり、うん、スタイルとしてはこういう今みたいなスタイルがいいんでしょうしね、ということでおります。だからまあ、ね、いずれねまた九州の方に行った時には地暮らしはねまたまあねご縁ですけどね、もしかしたら関わることがあるのかもしれないし、別府あたりのね状況が結構面白そうですしね、うん、そのまあちょっとこう明日以降というか神奈川のねアイデアに入っていったあの様子とか、菅野さんがね運営してる何だっけポップアップショップがあるんですよね。やっぱすみません、今ド忘れしちゃった。別府、すみません、めちゃド忘れして申し訳ないんですけど、ポップアップショップがあって、まあ、ギャラリー的にも展示にも使えたりするようなところなんですけど、それが神奈川のね、あの、筋湯通りっていうね、またその筋湯もいいんですけど、筋湯は筋湯でまたちょっとこうね、単独で話したいなっていう感じもありますけどね、うん、筋湯でこう、まあ、1回分撮っても、まあだからそう考えるとちょっと、別府でどんだけ撮るんだみたいな、もう今もちろん今日はこの当時暮らしだけでお話基本終わります。まあ一応神奈川のその後ね車で神奈川のバスターミナルのところに連れてってもらって、その要は何でかっていうとバスターミナルからいろんなところに移動ができるんですよね。なんでそのまあその後その日のうちに明晩っていう明晩エリアってあるんですけど、有名なね地獄蒸しプリンっていうのが売ってたりする岡本屋さんかとかね、まあその辺は泉質的には白濁した酸性の温泉が多いところなんですけど、なかなかいいお湯でしたけどね、その話はね今日はしないです、明日、したいと思うんですけど、だったりとかってなるとちょっとね結構シリーズ的に続いてるかもなって今話しながら思ってきてます。うん、でもいいんじゃないかなって思ってます。それはそれでちょっとこう写真の枚数はそんなに多くなかったりはするんですけど、話のネタ自体は結構あるんで、今思うとでこのタイミングでやっぱりまたこうなんか飛び飛びで後日というか時期をずらしてするよりは集中してちょっと話していった方がいいのかもなって思うので、ちょっとそうですね、せっかくなんでその明晩の話は明日しますけど、まあどんどん話していこうかなとは思ってますんで、ぜひぜひ飽きずに聞いてやってください。別府は本当にいいんですよ、本当に。今、まあ、今日はね結局自分の今感想ぐらいの感じなんですけど、まあそうですね、もっと一応そのあれか当時暮らしのサイトだったりとかそういう概要欄に貼っておきたい、なるべく情報として貼っておきたいと思うんですけど、見てほしいんですよね。うん、そうですね、なんかただ温泉というよりはやっぱ全体的なねそのウェルビーイングというか健康というかそういったところにも腸活のだったりとかそういう、まあ、ワークショップ的なのもやったりとか、今ちょっとコロナのねあれでそこまでワークショップできないみたいなんですけど、私はそのイベントもそのさっき紹介したリビングのところとかね結構いい感じのところだと思うんですけど、あそこでヨガやったりとかねいろいろやってるようなんですけど、うん、すごくね、まああとやっぱそうですね、まあ、男性女性って分けるのもちょっとありますけど、やっぱり女性がそうやってこう何て言うんですかね、こう、いろいろとアイデアを持っている女性の方が積極的に動いているところっていうのはやっぱ面白い、ね、場所っていうのは結構あるのかなっていうか、まあイングリッシュクラブもね、オーナーはリリーさんという女性でしたし、何ていうのかな、この、まあ、片上未来食堂もそうですけど、やっぱりねそのみんながみんな女性がやってるからいいとかではないですよ、言い悪い良くないとこももちろんありますし、男性がやってていいとこもたくさん知ってはいるんですけど、やっぱりこうそのねすごく活気があって勢いのある女性の方がやってる場所の一つだと思いますし、まあ、そういう方が相性がいいのかなっていうのも思いますし、もちろん男性でもそうなんですけど、ね、本当に別府に用事があるというか縁がある方はぜひ
行ってみてほしいというか、そうですね、もし興味があれば紹介してほしいなというか、シェアハウス検討している方は特にそうですし、じゃない方も面白い場所としてぜひ見ていただけたらいいんじゃないかと思ったりはしてます。なんでまあそうですね、この別府の湯治浦市本当にいい場所なので、本当そうですね、菅野さんには温泉ソムリエ的な、なんだろう、結構その温泉にただ詳しいというよりは資格もなんか持っている方なので、ここいいよとか、その おすすめリストみたいなのもねいただいたりしたんですけど、本当すごい助かりましたし、そうだな、その後の温泉巡りの本当にこうなんて言うんだろう、そう泉質というのを意識 したのが菅野さんの影響なので、なんだろう、泉質ってあんま気にしなかったんですよね。なんとなく色とかはあったけど、なんとなくこう濁ってる、濁ってないとか、そういうぐらいしか知らなかったし、源泉かけ流しも、基準もそうですけど、こういろんな部分のね、その温泉についてのちょっと情報というか、こだわりができたのは、その、やっぱ湯治浦市、別府に行ったのがきっかけです。すごく本当にそれはめちゃくちゃあって、本当にありがたいなって思ってます。そうですね、酸性アルカリ性とかもそうですけど、本当にね、なんだろうな、 それでやっぱりなんでかっていうと、結局その自分のねアトピーをこう治したいっていうのはあるんでしょうけど、まあそれが後にもっと強くなっていくんですが、その別府を訪れて、まあ、3ヶ月後4ヶ月後にもっと強くなって、まあ、豊富とかに行ったりするんですけど、やっぱりそのまあ、今もそうですけど、旅をするこう原動力というかきっかけとして、まあ行き先を決める動機として温泉っていうのを軸にしたのは、やっぱりその別府に行ったっていうのが大きいです。その前も温泉はもちろん行ったりしたし、割と好きだったけど、割と好きからかなり好き、もうていうか必要不可欠というか、温泉ありきなんだなって、温泉によって本当に健康っていうのは民間療法でというかね、なんか本当温泉っていうのはすごいなっていうのを菅野さん自身もね実践されてますし、すごいこう伝道してるというか、いや本当にだから、まあそんなに今はやり取りはしてないんですけど、あの時菅野さんにお会いできたことはすごく僕にとっては、なんていうか転機になってるなっていうのを、別になんかそうですね、そうですね、今回のちょっと菅野さんに見てほしいなって思ったりしましたけど、はい、そうですね、まあそんな感じかな。なんかあんまりこう話まとまってないんですが、本当に、温泉なんたるかというか、温泉のまあそうですね、入門させてもらったってあれですけどね、本当にある意味心の師匠ですよね、そういう意味ではね。まあすごく教わったことがたくさんあるとかじゃないですけど、弟子入りしたわけではないけど、やっぱりいろいろとねこうアドバイスしてもらったというか、おすすめしてもらったことは それだけでもかなり僕は良かったので、いや本当にありがとうございます。この場をお借りしてもう一度お礼したいと思います。菅野さんありがとうございました。ということで今日はね、湯治浦市編ということで話しました。明日は明晩温泉に行った時の話をちょっとしていきたいと思います。旅するアーティスト、たりきペインターの地球でした。どうもありがとうございました。